フリデリク、ビルヘルム・パベウ・ミコワイ・ラジビウ、または、フリードリヒ・ビルヘルム・パウル・ニコラウス・フォン・ラジビウは、プロイセン王国のポーランド系貴族、軍人、不評大将、公爵、公爵、ニャスビシュの第13代オルディナと、プロイセン領ポーゼン大公国の総督を務めた、アントニーヘンリク・ラジビウ公と、その妻で、プロイセン王子、 フェルディナントの娘であるルイーゼの間の長男として生まれた。1848年、フリードリヒ・ホン・ブランゲル元帥の帰化で第一次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争に参加し、司令部に務めた。1860年に公平軍団長及び要塞視察官となったが、1866年に引退した。1858年よりマクデブルク氏の名誉市民となった。 死後の1889年、プロイセン軍第一公平大隊がビルヘルムを検証すべく、ラジビウ公を通称に関している。1825年1月23日、ポーゼンにおいて、同族のヘレナ・ラジビウブナ公女と結婚したが、すぐ死別し、1832年5月4日に、デプリッツにおいて、クラリーイコールアルトリンゲン白夫人、マティルデと再婚した。 最初の妻との間に、娘一人を、二番目の妻との間に、長男アントニービルヘルムを、はじめ九人の子女を設けた。ありがとうございます。